こんにちは、カンヌです。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、お土産なんかにね、いいんじゃないですかということで、よく手ぬぐいをね、おすすめすることがあります。ただね、ちょっと見ていただけますかね。こういった、古典的な日本の伝統柄っていうのをですね、手ぬぐい屋さんなんかね、よく販売されています。これは私どもで販売されしているものなんですけども、この柄っていうのは青海波という柄なんですね。穏やかな波がずっと続くと、永遠に続くと、穏やかな状況がということで、こういった意味があるんですね。それからこれですね、これは奮闘柄って言いますね。お金にまつわるような柄なんで、縁起のいい柄とされているのがこの柄なんですね。このように、手ぬぐいの柄っていうのは結構このね、意味のある伝統柄っていうのをよく使われたりしますね。そういったことから、縁起のいい柄で、お土産で買って書いてですね、これはこんな意味があるんですよみたいな形で話も弾みますしね。そういったことで手ぬぐいなんかがよく重宝されるというか、かさばりませんのでね、たくさん買って帰ってもそんなにね、重くもならないし、かさばらないというところで、重宝されているところもありますね。それから海外に赴任されたりとか出向いたりするときに、向こうの方になんかこう日本のものということで、持っていかれる場合、この手ぬぐいも結構やっぱ重宝するんですね。そういったことで今みたいにですね、伝統柄のこの意味をですね、説明しながら差し上げるっていうので結構喜ばれるようで、海外では実用的に使われることもさることながら、インテリアとしてですね、額に入れたりして飾るということもあるようです。ですから、いろんなお土産、そんなシーンにですね、この手ぬぐいをね、ぜひ使ってみてください。よろしくお願いいたします。